こんにちは。今日のお話は福田敏夫さん、あきこさんのみんな誰かに。みんな誰かに。みんなご飯ですよ。さあどうぞ。楽しそう。見て見て、蜂もちょうどご飯の時間。花に甘い蜜をもらってる。チューチューチュー、美味しそう。お花さん、ありがとう。お礼に花粉を運びましょう。綺麗なお花だね。リスは木の実をカリカリカリ。ついでにもう一つカリカリカリ。おいしい木の実をありがとう。お礼に種を植えましょう。優しいね。あ、危ない。鳥が食べられちゃう。大変。でも大丈夫。ご飯を分けてもらっているんだ。ありがとう、ワニさん。そうだったんだね。どういたしまして。おかげでほら、ワニの歯もピッカピカ。すごい。ゆらりゆらゆら海の中。魚がイソギンチャクにご飯を運んでる。魚さん、いつもありがとう。いえいえ、こちらこそ。守ってくれてありがとう。イソギンチャクの中で守られてるんだね。あ、うんち。小さい虫がうんちをコロコロ。お掃除ありがとう。でもそのうんちどうするの？どこに行くんだろう。卵を産むんだよ。うんちをくれてありがとう。そういうことか。さあもうみんなお腹いっぱいになった？おいしいミルクと卵をくださいな。牛さんのミルクと鶏さんの卵だね。牛さん、鶏さん、いつもいつもありがとう。みんな誰かに助けられ、みんな誰かを助けてる。おしまい。今日のお話どうでしたか？ぜひチャンネル登録してみてくださいね。そして今日の本が気に入った方は下のリンクの方から購入できますよ。それじゃあまた。